はい、皆さんどうもラスです。今回はですね、もうパソコンが重たくなってしまってですね、ニッチもサッチもいかなくて、ちょっともう反応がないようなケースの時にどうしたらいいかっていう、ちょっと対処法の一つをですね、ご紹介しておこうかなと思います。ってことで早速やっていこうかなと思います。ですね、例えば今回の例で言うと、例えばですね、この Google Chrome がもう動かなくなったって、なんか反応しなくなったって場合に、この、どこでもいいので、キーボードのですね、コントロールと Alt キーと Delete キーを同時に押してみてください。そうすると、タスクマネージャーというのが立ち上がりますので、それを確認してみてください。で、タスクマネージャーの画面に入るとですね、こんな画面になります。でですね、一回試してほしいのが、ここのタスクマネージャーをクリックしてもらってですね、で、プロセスっていうのが、タブがあってですね、で、ここにアプリっていうところに、ここでですね、いろんなその起動しているアプリがですね、バーッと並ぶんで、もし反応しなくなっているアプリがいたら、これを選択してですね、右下のタスクの終了ってやつを押してみてください。そうするとですね、強制的にアプリを終了させることができます。で、これ1点注意しといてほしいのが、強制終了させるので、そのアプリで何かしらデータを保存したいって時は、あらかじめね、バックアップとかを取っておいてください。ここで強制終了しちゃうと、その途中のデータとかが失われる可能性があるので、そこだけね、注意しておいてください。でも、もうどうしても、もう反応ないときは、もうこれで強制的に終了しかする、終了するしかないと思いますので、これでね、ちょっとやってみて、で、少しパソコンの動作がマシになるかどうかを確認してみてください。あとはもう最終手段としては、パソコンを再起動した方がいいと思います。なので、スタートから、ここでね、再起動かけれるんですけど、もしね、もう本当にパソコンの反応がなくて、どうしようもないときは、さっきのタスクマネージャーから、再起動する方法もありますので、ご紹介しておきます。コントロール Alt Delete を同乗しするとですね、この画面に行きます。で、右下見てもらってですね、ここで電源っていうのがあるので、ここで、シャットダウンで電源落とすか、それでもう一回電源入れるか、あとはこの再起動で、もう一回ね、Windows を立ち上げ直すというような形で、対応をしてみてください。はい。これ戻りたい場合はキャンセルで、元の画面に戻れます。はい。ということでですね、今回はパソコンの動作が重くなった時の対処法の一つをご紹介させていただきました。タスクマネージャー結構ね、困った時に見るのに役に立つので、ぜひ使ってみていただければと思います。今回の動画がいいなと思ったら、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。今後もですね、こういう役に立つ動画を配信していこうと思いますので、よろしくお願いします。では今回はこれぐらいで失礼いたします。また次の動画でお会いしたいと思います。どうもご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。